おすこんにちは、前回はブロッキング、スパーリング中のブロッキング初心者向けのブロックの仕方の基本をご説明いたしましたが、今回はですね、その時ちょっとフックに対するブロッキングの基本というところを忘れておりましたので、ちょっとそれをやっていきたいと思います。はい、ということでブロッキング、前回も、ご説明しましたが、離さないこと、肘を体にくっつけて胸に乗せて、このグローブとグローブの間に頭を入れ込むと、相手の攻撃に対してしっかり正面の攻撃に対してはこれでブロックできますよというご説明をいたしました。ここが離れているとパンチをもらうとき、怖いってなったとき、これ余計に自分を痛めつけることになってしまうので、しっかり頭をここに入れておく。これグローブをクッション材するわけですね。で、これがこのブロックだと、直線的な攻撃はこれで防げますが、例えばフックが来るとき当たってしまいますよね。この反対どんどん当たってしまいます。これじゃダメなんで、それに対するディフェンスですが、おそらく基本のブロックの仕方としては、フックが来たらこういう風に教わることが多いんじゃないかと思いますし、僕も結構初心者の方にフックのブロックはどうしますかとか、フックのブロックの仕方は聞かれたら、こうやって耳をかく感じで横に肘を上げるという風に説明するんですけども、その場合フック来ます、ドン、完全にブロックできます。でもこれって間に合わないことが結構多いんですよね。こうやってブロックを基本としてディフェンスをしていたときに、突然フックが来る、あ、これじゃ当たってしまってます。なんで、もっと簡単に初心者の方でもやりやすいようにするには、挑戦的な攻撃来ます、バンバンフックが来ます、こんだけ、これだけです。正面にあった手をずらしてやる、これで、ガードはできます。ここまで行くと完全にブロックできるんですけど、ある程度この耳を隠す感じで横にずらしてあげるだけでいいので、ここにあるブロックを肘から先だけ横にちょっとずらしてやるだけでフックガードすることができます。で、すぐにその後直線的な攻撃が来たら困るんで、すぐに前に戻してやる、パンチがバン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 、これで完全にブロックできるので、とにかくこの時大事なのはやはり相手を見ることですね。パンチがどこから飛んでくるのか、しっかりこの隙間から上目遣いで相手を見てやること、これずらす戻す、ずらす戻す。でもこれだけじゃやはり自分がブロッキング消してしまって攻撃することができませんよね。で、前回はこのブロックからマルちゃんはこうガードしてこれで押していくっていう案を出してくれましたけど、僕としてはそのパンチに対してブロックをしたら前蹴り距離を取ってやれというふうな解説しました。で、今回もう一つそれの対処法としてご説明したいと思います。特にこのフックに関してですね、パンパンパン、フック、これガードしました、パンパンパン。で、このフックの時っていうのは結構チャンスなんですね。なぜかというと、直線的な攻撃じゃなくて横からパンチが回ってくるからです。で、横から回ってくる、で、特に初心者同士の場合、一番自分が攻撃したら当たるかもしれない場所っていうのがあります。どこだと思いますか？フックを打ってるとき、お腹ブー顔正面、正面もそうですね、正面もそうですけど、こっち側です。例えばこっちでフック打ってきてるとき、ここですね、こっち側空いてることが多いんです。特に相手が初心者、お互い初心者同士、相手が初心者の場合はフックを打つと反対の手が下がっていることが多いんです。これが上手な人になるとしっかりここの手があってこっち防がれるんですけど、初心者の方の場合大体下がってます。ということは、こっちに相手がフックを打ってくると、これでブロックをしながら自分がフックを打ってやる、パンと当てれますよね。これいいカウンターになります。でもこれ結構回りくどいやり方で、マルちゃんがさっき言ったようにパンチを出してやれば当たるんじゃないかおっしゃるとおり、このパンチを
はい、これでガードした時ですね、ジャブを打ってやる、これが最短距離です。相手のガードが例えばこの反対側のほっぺたのところにあったとしてもですね、正面はフックを受ける時は空いてるんです、大体の場合。なので手を伸ばしてやる、まあ、強く打つ必要はありません。自分がブロックをしながら相手が攻撃を打っていってる時に攻撃をしてやると、まあ、強い攻撃じゃなくても相手は結構引いたり面食らってちょっと下がったりしてくれるんですね。なので相手がフックを打ってきます、ブロックだけじゃなくてブロックをしながら打ってやる。この時のポイントとしてはまっすぐ打ってやる、まあ、縦剣が一番早いかなと思います。返さずに縦剣の方が当たる確率は上がります。なぜかというとひねっていると、ここに例えばガードがあったらこのグローブに当たっちゃうんですね。でも縦剣だと当たらずに相手の顔だけに当てれることができる、確率が上がるので縦剣をおすすめします。でブロックをしながら自分はちょっと前に出てやりながら打ってやると結構な確率で当たると思うので、ぜひこれ試してみてください。まずはまあブロッキングをしてからの話ですけど、ブロッキング慣れてきた、よしこれでグッズもガードできるぞ、こうなってきた時は多分何回かこうね、ブロッキングをしているとタイミングっていうのが見えてくると思うので、その時にバンと打ってやる。で、まあこのジャブが当たったとしたら、まあ、ここからだとローキックとかはすごく蹴りやすいポジションになっているので、そこから自分の攻撃に転じてやることができます。もちろんこれ今前手のフックでどうこうガードするっていうふうに言いましたが、反対も同じですね。反対の場合もこれでガードできます。こっちの前手をずらしてやるだけでガードできる。じゃあこれフックはこれでいける、直線的な攻撃はこれでいける、ボディはどうするんだ、当たっちゃいますよね。じゃあボディが来るときはどうするか、これだけですね、これをガードしようと思ってこれ手を下げてしまうとそれすぐ引いて、例えばボディフックのダブルから当たってしまいます。なので、まあ、安全なディフェンスとしては自分が一緒に丸まってやる、ようにして肘でブロックするのが、まあ、一番硬いディフェンスかなと思います。今回は横から来る攻撃に対してのブロッキング、初心者向けですけれども、ご説明させていただきました。ぜひ、スパーリングの中で使って、まあ、そこから自分が攻撃転じれるように、やってみてください。今日も最後までご視聴ありがとうございました。気に入ってくださった方はこちらでチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また高評価していただければ嬉しいです。関連動画もこちらにございますので、よろしければご覧ください。またお会いできるのを楽しみにしております。ありがとうございました。